おなつかんじかんまポテトでしょぶてんとむつきあていきたいと思います。よろしくお願いいたします。今日ですね、生手にチェイシングつけたらさすがに守備するのかやっていきたいなと思います。まあ、こちらの動画以前出したんですけども、こちらはねご覧にいただけたでしょうかね。まだ見てない方はですね、ぜひ概要欄から見ていただければなと思いますけども、ぜひ高評価もね忘れずにしてみてください。あのその動画でですね、こんな形でコメントが結構来ておりまして、まあチェイシングつけたらどうなるんだみたいなところなんですよね。そもそもねその時の動画ちょっとね持ってきたんですけど、こんな感じでまああの守備自体をですねそんなにしないという形でしたね。でここにじゃあチェイシングとかつけたらどうなんのっていうところですね、今回はやっていきたいなと思います。検証方法ですね。検証方法はフレンドマッチを使っていきます。でナンバー手にねチェイシング有無の状態でやっていきたいなと思います。で今回4312の 1OMF ですねのところで使ってみていきたいなと思います。チームスタイルですね、守備の時のチームスタイルは前回以前の検証でやってるんですけど、動きに変化はなかったんですが、一応ねあの前線からどんどんプレスかけてほしかったので、ショートカウンターでやっていきたいなと思います。問題があって、まあ、誰を使っていくのかっていうところですよね。でナンバー10でチェイシング持ちでほぼいなくてですね、そんな都合いい選手うちいるトマス・パーリーナンバー10なんですよ。我がチームのエースなん、我がチャンネルのエースなんですけども、このトマス・パーリーを使って、今回やっていきたいなと思います。さあ早速やっていきましょう。まずはチェイシングない状態でのナンバー10の動きになっていきますね。まあこんな感じで遅れてね降りてきますよっていう感じですかね。まあ、取られた後の切り替えは若干ねあったりするんですけど、まあ、その後そんなには追わなかったりとかね、まあ、一応バイタルエリアあたりに向かってですねジョギングをしていくっていう感じではあるんですよね。ただこうフリーキックがあるとですね一応そこまでは走るみたい。こんな感じでねこう横をすれ違ってもねそんな取らなくて、目の前だったら取るんですけど、あ、追うのかな追うのかなと思ったらですね、他の味方が来た途端やめるんですよね。自分の方が近くてもやめるんですよね。これは前回までやってるような形になりますから、じゃあここにチェイシングつけたらどうなんかやっていきましょう。はい、チェイシング持ちですね。取られた後ですけど、まあ若干どうですかね、まあ同じようにジョギングして下がってきてる感じですかね。なんかね気持ち早く走ってんのかなって思った瞬間もあるんですけど、その後は結局ジョギングして降りてきてるっていう、こう挟めるタイミングとかでも挟みに行かなかったりとか、こう横を通り過ぎてもですねこれほらほら追わないんですよね。切り替えの時、あ、この時走るのかなと思ったんですが、そこまでやっぱり走らない、横を通り過ぎてもやっぱり追わないというような感じでしたね。まあここもね完全に行かなきゃいけないだろうっていう場面にも見えますけどね、やっぱり行きはしないっていう感じでしたかね。ちょっと前線でパス回しとかしてみたりとかもしたんですけど、そんなになんですよね。やっぱ他の選手も来ちゃったり、他の選手の方が来ちゃったりとかねいう感じなんですよね。はい、ということで見ていただきましたけども、やっぱそんなには変わんないって感じですかね。まあ、ただ一つだけねちょっと気になったことあるので、チェイシングってそもそもこう前線からの相手にこうプレスをかけるというところなんで、前線からやってみました。ワントップでね ST に置いてみて、ナンバー10が発動している状態ですね。これチェイシング持ちだとねこれ結構追ってくれると思うんですけど、これ見る限りやっぱ追ってないですよね。こんな感じ全然追わないですよね。チームスタイルショートカウンターですからね。これ他の辺ほら後ろの選手の方が前に来ちゃったりとかして、ちなみにでこれをねセンターフォワードにしてみました。無印状態にするとですね、もうこんな感じでめちゃめちゃチェイシングしてるんですよ。めちゃめちゃねパスコース切りながら走ってっていうようなね感じになってると。なのでナンバー10が発動してないとめっちゃ追いかけるっていうね状態になっているとい
いう感じですかね。まあ、チェイシングのね、動き詳細に関してはまた概要欄に見ていただければと思いますけど、この動きっていうのはまあそうですよね、チェイシングっぽいなと思っておりますね。じゃあですね、ディフェンス能力上げたらどうなるんだというところですね。ここやってきました。はい、ちょっとねディフェンスに全振りした状態ですね。切り替えの際もまあまあでもちょっと走ってるかな感はあるはありますよね。こんな感じで多少あるのかな。でもまあやっぱりジョギングしてる姿とかも見られたは見られたんですよね。はい、というところでですね、どうなんだろうなと思いつついろいろ見てきたんですけど、まあでもそんなには変わんなそうかなっていう感じ。まあ気持ちね、早く動いてる気はするんですけどね、これがですね、まあ守備意識の影響なのかなっていう感じもしますけど、まあ多少の若干の違いはもしかしたらあるかもしれないけど、大きな差ではないのかなっていう感じがしましたね。でね、ここまででいくともう一個ちょっと気になるっていうところで、こちらですね、マンマークつけたらどうなんだと、ここやってきました。マンマーク持ちのトーマス・パーリーですね。まあ取られた後もでもこんな感じでジョギングして降りてきてはいますかね。まあ、敵がね近くにいたら追いかけるのかなとかも思ったんですけど、こういう風にこの敵がすぐ近くを通り過ぎてるんですけど、ここは行かないみたいなとかね全然行かなかったりとかもしてたりするので、あんまりこうマンマークしようって感じでもないような、そんな気はしますね。でやっぱ近くをですねこれ通り過ぎても全然プレス行かなかったりね、こんな感じで、してましたね。はい、ということで見ていただきました。まあかなり厳しそうかなダメかこれはもうあれですね、マンマーク自体の能力もねまたちょっと検証しなきゃなとは思いましたけど、まあどちらにしてもですね、ナンバー10にあんま影響なさそうかなっていう感じはしました。というところで今日は結論です。ナンバー10の動きは能力やスキルが増えたくらいでは守備しませんとします。はい、いろいろね見てきましたけども、結果的にはあんま変わんなそうでしたねという感じでしたね。まあ要はですね、プレースタイルがまあ主なベースとあって、その上に能力とかスキルとかがついてくるっていうような考え方で間違いはないのかなと思いました。特にナンバー10はね、守備の部分ではって感じがしましたね。まあ使っていく場合はですけども、ナンバー10はもう攻撃要因で使うというところですね。もう守備は期待しないという感じが一番良いのかなと思いましたね。まあ守備はしないといってもですね、切り替えの速さはあるし、やっぱビルドアップしやすいんですよね。なので割り切って使うというところがめちゃめちゃいいかなと思います。僕めちゃめちゃ使ってて、ジーコね交代せずに1試合使えるんですよ。いやめっちゃいいんですよね。だからね、なんかそういったところはちょっと参考にしてみてください。はい、ここからはねもう雑談になっていきますよって感じですね。まあナンバー10めっちゃ良くないですか。これ使ってる人いるかな。めっちゃいいんだよな。もっとみんな使っていいと思うレベル。本当にジーコ使いやすいんですよね。僕こんな感じでスカット組んでますけど、まあこんな感じでねジーコを3トップの真ん中とかで使ったりするんですけど、まあ、これめちゃめちゃ抜け出すんでめちゃめちゃいいんですよね。これロングボール、僕の場合はガチスカロングボールで使ってるんで、参考にはしすぎないでくださいねでまあ使ってる時はね、もう守備はもう期待してないで、使ってたりしますかね。使ったことない人はねぜひ使ってみてほしい。でその時はね、動きはねちょっとこちらのチームスタイルによっても変わってくるんで、そのあたりは参考にしてみていただければなと思います。であとですね、明日多分いろいろ落ち着いたんでライブ配信します。多分ね、時間は多分午前中とかお昼とかね、それぐらいかな。健康的な時間にやりたいなと思いますので、興味ある方はですね X で告知しますので、フォローとかでしていていただければなと思います。はい、ということでいかがだったでしょうか。皆さんこの結果どう思いますでしょうか。皆さんのご意見ご感想クレーム等々あればですね、コメントで教えていただければなと思います。
年内3万人を目指しておりますので、この動画良かった、参考になった、面白かったなと思った方で、高評価チャンネル登録をしていただけるとすごくすごく励みになります。どうぞよろしくお願いいたします。はい、ということでですね、ナンバー10やってきました。まあ事故とかナンバー10を使う分にはですね、あの守備系のスキルは追加せずに他のスキルを追加してあげてください。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。